にも沈もうとする太陽が見えんのか。きっと今にも黄金の爪王が現れるぞ。明らかに船でありながら金色に輝き爪を生やした、それは他の船に襲いかかる。暗闇の中、黄金を求めて休むことなく走り続ける。いまいましい海賊ども。こうなっては、あの悪名高い船長玉取りのことをまず話さなければならん。あの玉取りには数えきれんほどの異業があったさ。頂戴した船はこれで3隻目です。そろそろ潮時でしょう。船長、この船にはたくさん護衛がついてるみたいだよ。どうやって逃げ切ったらいいのかな。ほら、この先に暗礁があるのが見えない。先日船を丸ごと壊したばかりだというのに懲りていないようですね。ちょっとした博打さ。朝飯前でしょ。私の下でやってるならそろそろ腹くくったらどう。さっさと舵を取りな。お宝はしっかりね。さあ、思い切ってぶつけるわよ。やっほー。こうして黄金の爪号は巨万の富を築いたわけさ。とはいえ、玉取りはいつも大博打に出ると言っては豪快に無駄遣いをする。新入りだっていうのにもう船長の座を奪い取って、金銀財宝の風呂でも楽しむつもり。もうちょっと私のことを調べた方がいいんじゃない。それとも本当に勝負するつもりなの。命をかけるのも悪くはないけど、この黄金をかけるのも大好きでね。そうだね、酒が濡らしたお宝なら全部あげようか。あんたの運と命が私の杯に追いつければの話だけど。この黄金の爪の餌食になることをあまり気にしなくていい。杯が空になる前にお宝の真偽をその目で確かめるといいわ。最後の噂だと、彼女は時折謎の依頼を受け陸地に向かうこともあるそうだ。何か面白いものを探しに行くんだとさ。次は都か。噂の陰陽師たちに会いに行こうじゃない。なんだかワクワクするね。さあ物ども、出航の時間だよ。お前さんが不運にも彼女に遭遇しちまった場合、嫌でもその矜持を見せつけられるだろう。強奪は何にも勝るとな。